はあ、え？ああ、ごめん。全然聞いてなかった。ごめんってば。で、どうしたの？もしかして気にしてくれた？私のこと。へえ、そうなんだ。うん、悪い気しないね。むしろ元気出た。見て、これ、わかる？手、震えてんの。情けないよね。今までだって戦ってきたっていうのにさ。あんたは大丈夫？その、体調とか、心持ちとか、いろいろ。そっか。やっぱあんたは強いね。ほんと、尊敬するよ。私があんたの立場だったら、今もこうしていられるかわからないもん。だって、あんな敵どうしろっていうのよ。一体ならまだしも、何体いるのよ。次から次にどんどん降ってきてさ。しかもはっきりと正体もわかってない。どうやって手を打つのよって。何が弱点かもわからない。倒せる保証なんてのもない。みんなを否定するわけじゃない。そうじゃないけど、やっぱり、怖いよ。ああ、もう負けるな、あたし！あんたほどじゃないけど、あたしだって今まで視線をくぐり抜けてきた。今回も大丈夫。今日この時のためにみんな備えてきたんだから。国連軍も、グリモアも、みんなこの時のために。ロカとウラジロも偵察に行ってくれてるし、他のみんなだって。だから、勝てる。よね。ダメダメ！こんなネガネガした私なんて私じゃない！何があっても後悔しないように、今できることをやらないと。あ、そうだ。ねえ、転校生。ちょっと手を貸して。いいから、ほら。この間、仕事でもらったんだ。試作品。そう。パパダアンジェって覚えてる？あそこまだひいきにしてくれててさ。私をイメージしてフェイクスイーツのアクセサリーを作ったんだって。よかったらさ、もらって。そのためにここまで持ってきたの。この戦いが始まって、あんたと離れてしまっても、それがあれば、きっと。あのね、私、あんたがいてくれて本当によかったって思ってるの。本当はさ、できれば、あんたのそばで戦いたいんだよ。でも、私は肉弾戦が得意だし、違う舞台になっちゃったし、だからね、せめて、それを持っててくれたら、少しはそばにいる気持ちになれるかなって。なんかほんと、らしくないよね。笑い飛ばしてくれていいよ。じゃあ、その、私、他を手伝ってくるから。また後でね、転校生。